私たちはこの世界、文明というものを非常に進化したものだと思っていますよね。なんかすごい長い間の歴史でこんだけいろんなものを技術で作っているしということを思っていますけど、もしかするとそれも一つの思い込みかもしれないですね。なぜかというと、いろいろなものをまだまだ石油石炭とどんどん掘ったりして、どんどんそういうふうにもの、まあ、もうその限界地点も今見えてきていますけど、そういうものをどんどん掘ったりして、そしてものをどんどん作っていくというやり方で、もしくはものを奪い合うというようなことが現実的に今でも起きていますよね。そういうことを考えると、本当に進化したという捉え方でいいのかという、まあ、そういう違う考え方というものが生まれてもいいのではないかというふうに考えているわけです。それは、今の世界はまだ非常に幼稚であるという考え方です。ですね。これから重要なキーワードとして挙げられるのは3つですけど、まあ、1つは食ですよね。食というものはどういうふうに確保していくのかというのは重要な問題です。ものすごい70億人がどんどんまた増えている、そういう状況にあって食をどうやって地球全体でやっぱり維持していくのか、それから水の問題がありますね。そうですね。で、食と水の問題があって、そしてエネルギーの問題があります。ですか、こういうこの3つは重要なキーワードですけど、そういうことに向かってみんなが奪い合うようなことをしていくのかどうかということが実際は問われているっていうふうに思いませんか。私たち全体がそういうことを問われていて、もしかするとですね、もう一個上の新しい文明の視点へと行かないといけない、文化の視点へと移っていかなければいけないという時が来ているというふうに考えますね。日本では例えばウルトラファインバブルという非常にナノレベルの細かい泡を作るというような技術があって、それがカツオの実際にその水のところにカツオをつけるとですね、1日で腐ったものが5日間腐らないというようなことが報告されているわけですね。でもそれ実際に使われているわけです。そうすることで今まで冷凍で送っていたものを日本国内であれば冷蔵で送れるというようなこととか、まあこれいろんな技術がありますけど、そういうふうに鮮度を非常に保つというものも出てきていたりしますね。もう一度だから水であったり空気であったり、そういうものをきちんと見直して、そして何よりも人っていうことですね。人っていうものが一体何なのかということを本気で追求するっていう時代が来てるんじゃないでしょうか。